おや、マスター、その手にお持ちなのはもしやチョコレートでは？ありがとうございます、マスター。ああ、このチョコレートには親愛が込められている。これほど嬉しい贈り物はなかなかありませんね。さて、ではこのチョコレートにふさわしい贈り物、そうですね、例えば花など。少々お待ちを。どこかに置き忘れたようで。どこだったか。落ち着いてください、マスター。ゆっくりゆっくりそれから離れてください。いえ、拾ってはいけません。いけませんってば。ダメです。勘弁してください。それは、ダヴィンチ殿やランスロット卿と酒を酌み交わしていた時のことです。君の演奏は素晴らしい。ダヴィンチちゃん感動したよ。恐縮です。称賛には慣れていますが、美しいご婦人風の方に言われるのは良いものですね。同感だとも。そして相変わらずの技の冴えだな、ケイよ。店番で暇な時にでもゆっくり聴けるといいんだけどね。それはご容赦を。残念ながら私には戦いがありますので。あ、そうだ、録音すればいいんだ。なるほど、この時代であればその手がありましたな。よし、では録音機材を持ってくるから、ちょいと待ってくれたまえ。いいでしょう、いいでしょう。このトリスタンのことが心の癒しになるのなら。それにしても酒がうまい。おお、癒しになるとも。そうだ、ついでならパッケージも作っておかないとね。いいでしょう、いいでしょう。はい、こっち向いて。いいよ、ハイポーズ決めて、バラを加えて。罪という名の十字架を背中に背負って。いいね、いいよ。ギター持って、右腕を掲げて、右足はしゃがんで左足は伸ばして。オッケー、それだ。いいぞ、K。 なぜか気持ちが良くなってきましたね。ああ、酒がとにかく美味しい。やったやった、勢いだったのです。周知にも程がある。